手島聖一から1918年1月23日は、明治時代の日本の教育者、文部官僚、東京教育博物館及び、東京図書館主管共立女子職業学校、東京職工学校、東京工業学校、東京高等工業学校校長を歴任した。また、1908年早稲田大学理工科省議員と、 なり、同じく創設メンバーの坂田定一、牧野慶吾と共に、早稲田大学理工科の創設にも尽力した。沼津半藩氏、田辺四友の次男として、江戸藩邸で生まれる。12歳で、同藩氏、手島これ都市の養子となる。藩公民親間で洋楽を学び、明治3年に藩から学費を借りて渡米へ。 建築学及び物理学を学ぶつもりだったが、廃藩地検で送金がなくなり、岩倉県外施設団のホ米時の通訳を務め、さらに、イギリスに随行。明治7年末に帰国。翌年東京海正学校幹事に就任。1876年政策学教授事務取締りを、現金、翌年、教育博物館長補となる。フィラデルフィア及び、 パリ万国博覧会を視察し、工業教育の重要性を認識し、久喜流一、浜尾信羅とともに、1881年、東京職工学校を設立。明治14年、東京教育博物館長に就任。民衆の啓蒙教育に貢献。明治19年に、実業教育論を発表。井上岳氏の文部大臣時代明治27年の、実業教育法制に、 理論的根拠を与えた。また、東京職工学校に、東京工業学校、明治34年に、東京高等工業学校と解消、現東京工業大学の創設にも尽力し、明治23年に、同校校長に就任。明治30年文部省の普通学務局長、明治31年度実業学務局長を務めた、以外は、 大正5年9月22日にその職を辞するまで東京高等工業学校長として日本における工業教育の発展に貢献した。また校長退職と同時に東京高等工業学校名誉教授の称号を授けられた。1916年には政界、財界、教育界等の署名誌が発起人となって財団法人、 手島工業教育資金団が設立され、90年余りの間、学生への奨学金、若手研究者への研究助成の事業を行った。ありがとうございます。